皆さんこんにちは、カメマルコです。はい、皆さん今回はですね、なんとこの後ろにある物置状態になっているこの数々の爬虫類用品、こちらね、今我が家のベランダなんですけども、最近ね、使わなくなった物がかなり溜まってしまっていて、これからこの物たちをね、爬虫類ショップに行って売ってみようと思います。今何があるかと言いますと、こちらが、まあ、水槽ですね、見て通りで、トロフネ、あとまだね、家の中に使わなくなった水槽がもう一つありまして、あとこれね、この辺ね、はい、シェルター、シェルター、シェルター、バスキングスポット、バスキングスポット。まあね、こういうたくさんのね、使わなくなったシェルターたちも売ってしまおうかと思いまして、今回撮ってます。でも、実際私今まで売ったことなくて、これらが本当に売れるのかさえも分かってないんですよね。ただ、今行こうと思った爬虫類ショップは、たまに中古のものがよく売っているとこなので、売れんのかな、ちょっとわからないですけども、早速ちょっとこれらを車に積んで行ってみたいと思います。それではレッツラゴー。はい、今日ね、持っていこうと思ってた水槽並べてみたんですけど、さすがに量がありすぎるのと、これからこれをね、全部きれいに洗って持っていくってなると、相当の時間がかかると思うんですよ。で、一応洗った後、とりあえず庭に干そうと思ってるので、とりあえず持っていくのは後日として、今日はとりあえず洗っていきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ溜め込んでるね。この大きい水槽を置いたら割れちゃうよ。ということでね、全部洗い終わりました。こんな感じで洗ったものを、こんな感じで今干してます。はい、これね、ということで、ちょっと数日、まあ2日ぐらいかな、まあ1日でもいいか、干して、持っていきます。というわけで、時飛ばし。
はい、ということでこの水槽をこれから積んでいきます。はい、ということでね、今着いたのでこれから査定しに行きたいと思います。割れてるのも全部引き取ってもらうことができました。そして今回査定でいただいた基準額、結果はこちら。はい、すごく光ってますね。合計500円です。ということで今回ね、いただいた合計金額500円ということだったんですけども、まあ、あの量のあの水槽自分で不燃ごみとして出してお金をかけるよりはタダでもらえて、なおかつ、少しでもねもらえるっていうことで、リサイクル、まあ、地球のためにもいいんではないでしょうか。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、カメマルコでした。バイバーイ。